おはようございます。今日は一日の Vlog を撮ろうと思っています。でまず一番最初に今日は雷神の、YouTube の収録があるのでそれを撮りに行ってきます。雷神今雷神の YouTube が終わってこれから実は、もうちょっと多分夏頃かなになると思うんですけど今アパレルを始めようと思っていてその打ち合わせに行ってきます。ウルカ選手が作ってる CBD らしいんだけどじゃあアパレルの打ち合わせ行ってきます。何なんだみんな何から来てるの何から来てるのケイノアは？ケイノア。なんかその人テイトワみたいだけどテイトワみたいなテイトワみたいなケイノアケイノアクルミ以外に何かあるかな。いやクルミでいいと思うよ、うん、それこそさこの間話したけどさクルでもいいぐらい。ほんと？うん、いや可愛くない可愛くないけど、うん、クルミにすると可愛くなっちゃうけど私は全然クル可愛い。クルミのイメージが先行しすぎて来てくれないっていうかなって思っちゃう、うん、そうねそうねファンというなファンの人たちのためにってるファッションだったクルなんかないかな。今からはるきちゃんに、川村の月星の月のグラップリングレッスンを教わりたいと思います。はるきちゃんお願いします。はるきちゃんはね、あのグラップリングも技術もめちゃめちゃ強いんで頼りに来てます。お願いします。感じで、掴むとこう、こういうやつ。そうなんだ。足のさ、どこら辺、この上ら辺ってこと？膝の膝ぐらいなんですけど、首痛めて本当動けないムチ打ち状態の時にブロック注射打っても治らなかった時とかここに来て結構1、2回とかで本当治ってていろんなこう人とかスポーツ選手とかそういうの治ってきててめっちゃおすすめの感じなので今日はもうヘトヘトなんでそこでちょっと今治療してもらいに行きました。リュウ先生です。はい、めっちゃゴッドハンドリュウ先生。お願いします。はい、怪我して、うん、なんか腫れがね、なんか腫れてるね。こうやって腫れてるのが、うん、OK、 じゃあちょっと針打ちますね。性がないと
そうなの、本当にそう、関節ってさ、柔らかくなるものなの？いや、もう運動するとね、手入れすると全然違う。そうなんだ、うん、ありますよ。そうなの、関節決められたりするから柔らかいですと決められない。そう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 逆に相手の硬い方ですと向こうは辛いですよね。そうだよね、うん、柔らかい方がいい。そうそうそう、やっぱりこうするとさ止められないとさ、そうそうそう、ここから硬い人もいるとさ、うん、ギャッてもうこれでもう大変なことになりますね。あざだらけですね。そう、ボロボロですよ、怪我だらけ。これで全体がバランスがね。ありがとうございました。はい、今日針治療してもらった改めてリュウ先生です。こんにちは。リュウ先生は本当に私がいつもね怪我した時に ね、うん、もう本当ボロボロで病院行っても治んないなみたいな時に最後のね取り組みたいな感じでリュウ先生のことに来ていつも首とか腰とか治してもらってて、でもリュウ先生やってる人とかすごい、イニエスタ、ネイマール選手とか、うん、すごいね。これがいつも飲んでくれてるビフィズ菌のサブ。あ、そう、これね、先生とやつね、いつも飲んでる。そうそうそう、これ。美味しい、しかも。ベイビーフローラ。ベイビーフローラか。ベイビーフローラ。ベイビーフローラ。ベイビーフローラをよろしく。お願いします。お願いします。先生、ありがとうございました。無事、一日が終わりました。綺麗だね。なんかいい感じじゃない？とりあえず、ガイジンの YouTube 撮ったり、グラップリングしたり、針行ったり、アパレルの打ち合わせしたり、詰め込んだ一日で疲れたので、帰って寝たいところなんですが、帰っても中国語のレッスンがあるので、まだ詰め込んでる状態。今日はこんな感じで一日の Vlog を紹介しました。とりあえず、帰ってレッスンして、寝ます。また見てね。バイバイ。